始まりましたメカニック TV。 今日はあの前回断念したあのビートのブレーキキャリパーのオーバーホール再挑戦したいと思います。あのもう何回やってんだって話なんですけど全然届かんもんな , 笑っちゃうぐらいと思う。すみません、はい、準備不足でした前回はこのピストンのサビがひどかったのと、この中にあるこのスナップリングが取れなくて、でも使える工具をやっと用意したので今日やっていきたいと思うんですけど、あのメカオジが今日はいないので、前回あの溶接を教えてもらった福島先生に今日は教えてもらいたいと思います、はい、実はあのメカニックもやってたんですよね。もう最初はメカ、そうですよね、メカ上がりなんで、なので今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。教えてください。取れましたね。取れた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 。これはそれは引っ張れば多分取れます。ぐるぐるっと、お、抜けた、これで抜けた。一番真ん中にこういうちっちゃな短いピンが入ってるの、それをポロッと取って、あ、いるいる、ご飯粒。あ、先生、はい、取れました。取れましたか米粒取れました。米粒が取れたらそれが上に抜けます。お、はい、抜けましたねプレゼン中。多分やっぱ純正の SST じゃないとやりづらいんだよこれ。そのだからちゃんとこう L 字型の見えるようです。そう。あ、なるほどなるほど。いいですか？よし、行こう。行きますよ。でも一回入ったってことはこの場所でいけるってことですもんね。あ、いけるいける。私が緊張して手汗がきたー。さあさあさあ、やだやだ、感動的。やっと取れましたよ。すごいこいつこいつこいつ小一時間やばすぎ、はあ、メカニック TV。 はい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 、はい、取れました。ちょっと動かして、今動くは動いてるよね。若干ちょっとクラクラはしてるよね。クラクラはしてます。全てが固着しちゃってんだね、なんかね。そうですね。ちょっとやらせてみて。おお、さすが先生。さすが先生。握力です。ということで無事に両方回らせたので一回ね、お掃除したいと思います。グリスの汚れが汚いんで、うん、この辺を丸洗い。ぶわっと。ぶわっと。うわ。おお。ね、うん、ある程度グリスのカスみたいなのが落ちれば大丈夫です。大丈夫、うん、特にこのベアリングの中ね、はい、この中結構ねグリス古くなっちゃったやつが残っちゃった、結構残ってるから。
クリスミ汚れがないように拭き上げていきます。でその時にね、傷のチェックとか、はい、そういうのも怠らないようにしてください、はい、でここのね、根っこにもボールベアリングが入ってるんですよ。鳴らしながら見てって向きとか、うん、方向性とか全部チェックしていかないと、そうですね、あの数こなしてればね分かるけど、うん、なんかお料理教室してるみたいな3時間長いなもうこれが多分限界なんですよ、うん。マニアの人はここからサンドブラストかけてきれいにするとかあるけども、うんうん、それはしません。しませんしたら新品のリペアキットを組んでいくんですが、これがラバーグリスです。です真っ赤っか。このニードルローラーベアリング、ここも潤滑させます。そこちょっと多めで、グリグリグリっと全体的に全部使わないで残しとかないと。それで組む時にこのローラーベアリングの一辺がこう空いてる列があるじゃないですか、うんうんうん、この列とこの上から抜ける穴が合わせないといけない。合わせるようにオイルラバーグリスべっちゃべちゃでいいっす。べっちゃべちゃで、ここにそうこのピンが入る穴に、うん、遠目に埋めちゃってください、はい、でこの穴にグリス埋めちゃうことによって後でこっちからこいつさせるんですよ、うんうんうん、ブッと、うん、はい、こういう感じで、ここの穴にグリスの海にこのおまめさんを差し込むと突っ込んで、で合体させちゃってこいつを一体にしちゃいましょう。はい、一体に。で一体にしたら差し込む。で上下にピンがあるんで、ああなるほど、上下のピンに合わせるような感じでそう入れていくと。でこれピンが入ったのを確認するのは下のカムを動かしてシャフトが上に上がってくる。上がってこない。上がってこない。じゃあそれ入ってないね。上がってこないね。こいつをくっつけていくんですが、まずベアリング。ベアリング。口が開いた方が上。でシムが入って、でスプリング。スプリングカバー。カバーっていう順番で入る。はい、入りました。最初にここを押して入れちゃうの、パン。あ、先に？うん。入れちゃいます。大変だった。最初に奥を押してバチに入れちゃいます。そうするとここがまだ浮いてるの。はい。両穴が。でこっちが真ん中が入っちゃえば、あとは右左パチンパチンって入れれば入ります。
これでどうですか。あ、入ったかな。入ったっぽいですね。はい、入ってますね。およし、よかった、よかった、ということで。昔こうやってやってたんだよな。うん、なんか入ったっぽくね。うん、はい、あ、入ったね、うん、入ってますね。はい、あ、いい、来たっぽい。じゃあ俺にやらせてもらっていい？それお願いします。はい、おお、さすが。何でだか分かる。こっちでも調整、指を挟んで調整したんです。何があろうとこれはぶれません。シューッてやるとふーって膨らんで、あー、なるほど。ふーって、ふーって入りますね。うん、見て、オッケー。でさあ、これがどっちが上下なのって話なの俺。汚い。こっちが切りかけがある方、こっちは深淵で、うん、こっちは欠けてる。そうですね。で、欠けてる方が上なんだ。たっぷり塗ります。たっぷり塗ります。ということで無事に終わりました。ありがとうございました。お疲れ様です。いや半年越しのやっとオーバーホールが、いやもう知らない間に誰かやってくれてるもんだと思ってたんですけど。とりあえず終わったということで、あとは次回これを実際に車につけてエア抜きとかも一緒にやるのかな。エア抜きとかも一緒にやっていきたいと思います。まあ、ブレーキなのでね、うん、一番重要な部品なんで、そうですね、完璧に組まないといけないっていう、そうですね、ものなんでね、はい、そこだけはちょっと注意して、うん、注意して、やっていただけると嬉しいですね。そうですね、はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。メカニック TV